バスケットボール女子日本代表が13日、パリゴリンの出場権を獲得した世界最終予選の開催地、ハンガリーショプロンから成田空港にの航空機で帰国した。男女共に自力で切符をつかむのは、1976年モントリオール大会以来の快挙となった。チームはこの日、千葉、成田市内で会見。 五輪切符を手にした喜びを語った、ムードメーカーの馬売りエブリンは、一際清涼で挨拶。ハキハキとした声に、周囲からマイクが不要なのではと、突っ込み、を入れられ、声がでかい。声がでかい。離れないで、マイクはあった方がいいです。と応じ、爆笑を誘った、ハンガリー戦で敗れ、最終戦のカナダ戦は勝利必須の状況に、 正直、生きた心地がしなかった、と苦笑いした。ハンガリー戦の後のミーティングでは、同じ1995年生まれの宮崎沙織から、お前の、吠え、が必要だ、と喝を入れられたエピソードを明かし、同級生に支えられた。宮崎は、ハンガリー戦、一度も吠えなかったんで、カナダ戦は、3点シュートが、いなくても吠えろよ。 と、改めてチームが一つになった、と語った。三大会連続の五輪切符、リオから始まって東京五輪、男子 W 杯予選と続いてきた中で五輪に行けないと、私たちだけじゃなく、これからバスケットを頑張りたいと思う子供たちのためにも、つながりを途切れさせてはいけないと思った、と頷いた。東京五輪銀メダリストとして、 悲願の頂点に臨むパリでは、妹、ステファニーと共闘へ、姉妹で切磋琢磨、切磋琢磨、できたら、と思い描いていた。